すごいなこれ。運転手さんと客をシャットダウンするためにビニールを。先生大変だねこれ。撮影して編集してんだよ。ここはマクドナルドですね。ここも入れませんね。見てください、中では無人のマックが中に入れないので、こうやって WeChat で乗っちゃえば32元この数字をもらって、接触してないで物をピックアップできるので安心してください。で、作った人の名前で、持ってきた人の名前、体温まで全部入ってます。皆さんこんにちは。中国南京市在住の日本人竹内と申します。私はこの2週間ずっと自宅待機をしておりました。なぜなら南京市政府の政策で、国の内外問わず外部から南京に入ってきた人は全員自宅待機を命じられたからです。厳しい厳格な隔離政策を取る南京市政府、今日は3月1日なんですけれども、現在11日間連続で新規感染者ゼロを記録しています。それではこの街の対策を皆さんにご覧いただきたいと思います。行ってきます。カメラマンがマンションに入ってこれないので、今住居人しか中に入れないんですね。だから自分で撮るしかないんですね。カメラマンがこの門の外で待ってます。哎，走！你们进来吧。进来你要把他签字。啊，我签字就可以进来是吧？他不是从疫区来的，还有什么？啊，要登记。登记一下。下载这个东西。啊，这边。就是外来人口进南京要我登记一下，什么时候来的？你从哪儿来的？啊？几号来的？有没有过了隔离期的？对。啊，可以进去是吧？30分以上登録に時間かかって、ようやくカメラマンが家に入りました。消毒。手。今全国の学校が休校になっているので、彼を連れて出勤します。娘は。お母さんが見てくれます。今車がありません。ほとんどいつもはここたくさんの車が通ってるんですけど、で、这个封封路的吧。封的。小区比较大。对，就是全是封的。然后那个入口太多了。对。大家从前面进。对。不能从这进。只能从这里进去。防控疫情，军事野味。嗯。经常洗手，明星吗？会有日本もやればいいのにね。うちの会社に着きました。必ずここで体温検査をします。今中国すべてのマンションもそうだし、こういうオフィス街も体温検査をしないと入れません。ここはうちの会社です。走。みんなマスクしてます。然后这个是今天早上我去那个招商那边去开会的，就有去发一些复工的防护手册呀。这什么东西？七步洗手法。七步洗手法。对。すげえな、こんなの作ったの。贴纸吧，这个。对，可以贴在水池上的。これは、マスクですね。で、これは消毒液で、ああ、手袋。でもあんたメガネかけてるから。温度計も必ずその触らないタイプを必ず用意しなきゃいけないらしくて、これを手に入れるのがすごい大変だったんですよ、会社として。有人会检查吗？有的，社区来检查过两次。两次？对。もう従業員全員の体温を毎日毎日記録して、
政府に報告しなきゃいけないみたいです。可以看一下，就是最近大家每天都会有给我做这样一个汇报，的一些出行的轨迹之类的都要去做汇报。嗯。このようにみんな事務所で食べてます。而且家里带比较安全一些。外面虽然有外卖，但是可能要跟人接触啊，干嘛的，也比较有一点风险吧。好吧，谢谢。我不要。这个小小的游戏啊，其实是提示我们大家，古诗词的学习不能浮于表面，贵在熟读深思。他们没有办法像现在的人们这样。毎日これは先生たち、南京市中の先生たちが順番にこの PPT を作って、で交代で。録画、録音して流してます。そうすれば一人一人の先生にかかるコストとか時間はそんなにかからないので。ちゃん。我不会。增强体质，强健体魄。这次没做，做两次。先生大変だねこれ。撮影して編集してんだよ。ほとんど人がいない。これは誰がどこで乗ったかを記録することで、もしどこかで感染が起きたら感染ルートをはっきりさせるために、何時に何号線に乗ってどの車両に乗ったかっていうのを全部登録しなければならない決まりです。全く聞こえません。みんな寝よれん、寝よくれん。疫情期间谢绝堂食。ここで食べちゃいけないってことですね。中で食べちゃいけないってことです。今最近みんな外に出るときに使うのが感染者マップというものなんですけど、これが14日以内に感染した人、これが14日から28日以内に感染した人。私は今ここにいるんですけど、ここら辺が14日以上前の感染者ですね。違う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 。すごいなこれ。運転手さんと客をシャットダウンするためにこのビニールを設置してありますね。違う、ファンホーム是你自己买的吗？滴滴公司安装。ああ、公司给你的。你带了两个口罩是吧？两个两个。两个口罩有用吗？两个口罩怎么不比一个口罩好？你看，我随身带。啊。我在路上面休息的时候，每个两个小时左右，我在车子里面喷一下。哦。好辛苦啊。こんにちは。はい、あ、こんにちは。南京に着いた？南京着いてます。着いてます。昨日の夜着いて。買い物に来てるのよ。はい。なんか欲しいのある？ああ、はい。あ、カイロありますかね。カイロ。なんか空調のところにビニール貼られてて、クーラー使えないようになってるので、すごい寒いんだ。はい。哎，干嘛呢？你好，我的同事在这里隔离，一个日本人。日本人是吗？对，所以说送到东西。不行啊，行，你稍等一下，我去跟他们讲。哦，因为至少把这个给他吧，他太可怜了，他说很冷。对对对，因为用中央空调的话会害怕。对对对对，因为中央空调它的换气是。对对对对。好，收下，可以。OK。那您要带的这个东西。那拜托你们了，拜拜。今回実際に南京の街に出ていろいろな対策を見て本当に驚きました。ここまでやるのかと、たとえ経済的なダメージを負ってでも何としてもウイルスに打ち勝つんだと、封じ込めるんだという強い意志を感じることができました。今回私たちはこの動画を通して日本の皆さんに少しでも参考になればと思い、この動画を制作しました。それではまた。